はい、ピースケです、サクスペやっております。で、天才がね、もうラスト1枚なんですけど、千丸来てくれたのでちょっと頑張りたいと思います。もう10月ですね。でね、いいやつが初期で来てくれてて、デッキはあの査定を最大値デッキみたいな感じにしております。で、鶴瓶打ち入るかどうかがかなり重要で、まあ、総力バーストがやっぱ査定高いので、まあ、ちーちゃんの挑発のところと変えてっていう感じになってます。ギリギリ270、ちょっとこいつがレベル低いんでね、はい、超えてるって感じですね。前回超えてなかったみたいなので、ちょっとこれで経験点頑張って出していきたいと思います。はい、で、精神はどっちか一人でいいんだけど、微妙いな、人が全然いない。で、今ちょうどバックアップしていきたいなーっていうタイミングに来ております。レベル上げね。ちょっと体力を意識して確実にやんないとね。阿部比。これ大体評価いったかな。うん。野球は守備でいいと思うんだよな。で、技術入るとす、うん？オッケーって感じだよね。9回の頭脳入りました。あ、これ早く潰さないとダメだ。奥村が迫ってたと思うんで潰します。佐伯は行っちゃダメだね。ここでいっか。筋力いいんじゃないですか。あー、調子安定取らないと6の道はちょっと厳しいので、回復めっちゃしたいんですけどね。ライダー、ライダー、私左打ちにすればよかった。俺右打ちね、打ちづらいんですよね、個人的に。あ、コミナットさんいますよ。これ回復、あ、シラスでも回復できるよ。OK で、いけばいいんだね。はい、わりかし順調かもしれない。人がいない。耐えれるかな。これ回復くればだいぶ助かるんだけど、怪我したらやだな。 OK、 で、いいやつもらってるし評価上がってるから普通に経験点もらえばいいか。あ、失敗するのかい。で、新9回ですね。よかった、危なかった。
落合コーチが急にくれるとね、普通に失敗になるんで要注意です。あとまあ難しいのは伝説さよならぐらいかな。どうしよう、金丸行ってもいい感じになってきてる。これああびっくりした、俺佐伯使っちゃったのかと思ったわ。マックスだから表示されないだけだ。ちょっと金丸いっちゃいます。最大値大事なので。でいっちゃダメ。そうですね、あ沢村いるのか。じゃあここは触れなかった。ナイス回復。まあもったいない、これは回復で使いたい。回復系は基本回復で使いたいね。潰した方がいいのって、あアシストこの辺か。守備職は何とも言えないな、もらってもいいし。うん、こんな感じか。で90ですよね、片守備以外。あいっとこうか、なんかダブルタックなってるし。行っとこうか。はい、販売使おうかちょっと迷ったんですけど、まだ早い。で再起が終わりです。いやここマジ成功してほしい。これ何依存ですか。ミート依存とかであってほしいんだけど、ね、みゆきは筋力いきたいよね。ピッチャーいるとこ小崎さん、来ないし、来ないし、何しとんお前ら。二人がここしかないんだな。じゃあ、いっか。カッター行きます。はい。で、みゆきが来たら終わりだね。だいぶバックアップレベル早いですよ。回復しますか。守備かな。川上いるよね。まあ、ここで筋力もらってもいいんだけど、まあ、こっちでいいでしょう。マジで来ないんだけど。頼む。来ないと困る。技術余ってるんですけど、全然余ってる。あここかな、さすがに来て
ありがとう。あ、やった入ったね、入ったね。オッケーオッケーオッケー。これ大チャンスでございます。全然感触わかんないからあ、入ったの入ったのみたいな。それがねビビるとこです。これ筋力でいいよね。いっちゃいます。でこれで心置きなく練習できるので、危なしかもアンダース動き。どうしたらいいんだろう。麻生がまだなんだ。一回休むのありか。あとさよならだけか。欲しいのは。一回休むわ。やべ。あ、ゾノがまだです。ゾノ行きます。ちょっと態度がちょっと微妙なので、もしかしたらあんまり点数がないかもしれない。あの精神量の方が。まあでも頑張ります。あれこれ4人？あ、違うわ。3人でこの点か。4人だったらちょっと行きたかったんですけど、でもマジで来ないんだけど、バックアップが。あ、打撃2人来てるけど、使っちゃう。できたら守備3人狙いたいんですよ。まだいいや。本当にバッテリー練習来ないんだけど、俺キャッチャーで入ったよねっていうぐらい。本当に来ないです。とりあえずあと精神だけで OK だから、さあそう行こう。成功してください。負けたか。削らないで。あ、そういるけど無理だな。本当はさよならだけなんだよね。そこ作れ。あー、やめて。うわー、つらい。倉持、倉持使うのありだな。登録バースト最後もらえんだよ。何取ったらいいのか分かんない。基礎骨待ちたい感はあるんですよね。
認証取るか。オッケー、パワーヒー。あ、でもサボリル性大丈夫かな。こっちの方が心配だな。総力上げちゃった方がいいかな。まあ、王子、まあいいか。の方がいいのかな。早急にしよっか。悩む。10回、少ないっす。ちょっとさっきか。認証系って何があるの。いや、さっき精神あげるか。呼吸か。で、技術欲しいですよね。基礎骨徐々に諦めていかないとダメかも。ここだな。瀬戸は行っていいよね。めっちゃ悩む。ここかな。やば。直すか。いっちゃいます。徐々に。やばいぞ。体力ないんで。耐えろ。あれも取ってんだ。どうしようか。連打とか来ないで。
精神が一番心配。いや来るかなと思ったけど来ないな。ここでユイ行っちゃいます。これ来てるよね。よし、さよなら来た。さよなら来た。5% とか引いたら泣くけどね。OK。これはいいです。ここで浅田行った方がいいか。そうしよう。あべ、鉄の壁取っちゃった。まあ、いいか。精神欲しいっす。筋力精神か。精神4人おる。取っちゃったんだ。おいしい。どうしようかな。ここで回復できるのが一番いいんだけど。そろそろ3倍が欲しい。あとあれか、落合コーチまだ使ってないから使えねえわ。さっき落合コーチ忘れるとこだ。6点入るから今なら1個使える。
どっちがいいかな。3倍の方がいいかな。点数ギリギリだな。基礎値は OK。 これ最後、取れるものから取っていきたいんですけど、で次コーチ行かないとダメだな。お待たせいたしました。4番怖い怖い怖い。ちょっと待って怖い。危な。ミッシー今打てなかった。落合さん。落合さん。落合さん。いないんだけど。落合さんいないんだけど大丈夫か。落合さんいないんだけど。どうしよう、バックアップ使うか。頼むよマジで。落合さん、ちょっとやばい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 。急に焦った。すげえ油断してた。やばい。すげえ油断してた、マジか。あ、てかもうダメじゃね。アウトじゃん。ツーアウトランナー一塁という場面で諸橋投げた、スライダーボール、投げた、ボール、アウトじゃん、マジか。第3球打ちました。ボテボテの当たりはセカンドゴロ、アウト。4番
4回の裏、聖堂攻撃に入ります。この回の先頭バッターは諸橋。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた、空振り、チェンジアップに全くタイミングが合いません。第3球を投げました、インローへ、変化球外れてボール。第4球を投げました、打ちました、これはいい当たり、入る、はい、聖堂リードで迎える6回です。ノーアウトランナー1塁という場面。マジか。どうし、無理だよね、もうアウトだよね。次練習しても。うわ、終わった。今日3打点を挙げています。きた、いった、辛すぎ、辛すぎ。いやー遅えし。もう意味、もうダメだ、もうダメだ。古谷、どこがいいんだろう、どっちかな、こっちか。マジか。何してん俺。技術精神が全然ないな。いやー先落ち合いコーチだったか。筋力もいらないでしょ。精神がいっぱい欲しいのか。上は終わってて、あと下取れればいいのに。技術精神、あ、リベンジ取っちゃった。悔しい。お待たせいたしました。ツーアウトランナー一塁という場面で諸橋投げました、バッターの足元。さあ次の投球、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第3球は打った、これはいい当たりだ、入る。聖堂リードで迎える3回です。鶴瓶入ったのに、打った、これは強烈、いった、何やー入ったのに。リードで迎える5回です。いけたってことだよね。打ちました、痛烈、宇宙入った入った、やほだ。7回の裏、聖堂攻撃に入ります。この回の先頭バッターはモル、これはいい当たりだ。ミユキの広角法入ったタイミングでもう使っ早めに、いやもう頭になかったな完全に。いや俺が悪いっす、早めに行かなきゃいけなかったんですけど、精神もらえますね。あとなんだ、この辺か。技術精神
入れば全部取れる。もうクソ。なんか後になってちょっとね、まだ寝ぼけてたんですよね、朝で寝ぼけてたんですよね。追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で諸橋打った、強い当たり入った。聖堂リードで迎える5回です。今日2打席連続でホームきた、いった、入った入った。8回の裏聖堂攻撃に入ります。先頭バッターは諸橋、ここまで全打点を叩き出しています。投げました、ボール。投球はこれから3球目、打った、これは強烈、いった、入った入った。もう先般目どうしよっかなこれ。まあ千丸さえ来れば天才じゃなくても多分いけると思うんですけど、何が欲しい。印象とかいらないんだよ、ね、ここで技術と精神まんべんなくもらった方がいいかな。ただ回復とかないので、悲しい。取れるかな、キローグで取れればいいけど、ここ練習失敗すると全部取る、あの取りきれない可能性はある。はい。やばい、おとなしくメンタルだったかもね。全部取ってるよ。お待たせいたしました。ツーアウトランナー一塁という場面で諸橋、投げました、ボール。第2球投げた、打ちました、痛烈、右中間、入った入った。4回の裏聖堂攻撃に入ります。トップバッターは諸橋、投げた、内角低め、外れてボール。投げた、打った、右中間へ持っていきます、掴みました。ちょっと待って、打てない。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で諸橋、打った、ファール。投げた、打った、これは強烈、広角砲欲しがったよ。聖堂リードで迎える8回です。ワンアウトランナー一塁という場面で諸橋、今日はツーランホームラン2本を打っています。第2球投げた、見送ってストライク。第3球を投げました、低めのボール引っ掛けた、アウト。ツーアウトランナー聖堂、もう2本は打った。ドライ1ならいけるか。点は足りてるっぽいな。あ、チャンスか。衛星と全部取れないかも。なんかでもちょっと足りなそうだな。
あとバントと、バントだけか、バントだけ取れなくて、広角砲入って5でしょ、無理なのかな6ってえ、ちょっと広角砲、うん、新広角がどんくらい査定あるかによるんだけど、無理なの、なんか取れんのないな、はい、ということで最後大ミスをかましてしまいましたが、いかなそうだね、なんか全部取ったんだけど、無理かも、え分かんない、分かんないけど、まあとりあえず広角を取れてないんで、はい、すいませんでした。ということでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。皆さんピースな一日をお過ごしください。バイバイ。